朝だよー。目を覚まします。お尻をかきます。なんかボタンを押します。あれ、何してんやろな、これいつも。なんかを拾ってるんかな。スマホでも拾ってんかな。あ、でも、この子わざわざこれ SNS でさ、仲間とコンタクト取ってるから、携帯的なものは持ってないよな。ちょっと今度注目して見てみるわ。何してんのか、あれ。いや、もう俺で食べるんじゃなかった。お腹壊しちゃったよ。モールってダメだね。今日はお店にいるからちょっと寄ってよ。私の人生って大体こんなんだね。あ、でもなんか仲良くなってるやん、ビート。おはよう。今日仕事じゃん。なんかすいない。超寂しいんだけど。じゃあバイバイ。よろしくお願いします。グレゴリーとアンガスは付き合っててんやね。俺なんか、それちょっとちゃんと把握できてなかったな。そうそう。なので、まあ、ゲイカップルということですよね。うるせえよ、お前。そう。というわけで、まあそのゲイカップルの2人を邪魔するよりも、まあ、そこがくっつくんなら、私は B と仲良くなろう。その路線の方がいいんじゃない？ B 寂しそうやしさ、なんか。結構メイ自身も孤独を抱えて寂しそうな子やしさ。なので、まあ孤独者同士一緒に仲良くなろうぜっていう B と、そういう感じがいい。B のちょっとさ、なんかちょっとサバサバした感じの裏の本性を見たいしね、正直。いつも何を考えてるんだろう。気になるのか？この鳥のこと嫌いなはずなのに。嫌いなこのことほど気になっちゃうみたいな、あれかな。お母さん。おはよう。昨日の夜中あれを感じた？どれ？感じ、なんな、なんな、なんなの？近所に大きな陥没穴ができちゃったの。ほう。そういうのってまだ続いてんの？続いてるというか、なくなることは多分ない。泥炭地って読むかな。それに、氾濫源だし、かな。不気味だね。行っちゃダメだから危ないね。行かないから大丈夫だよ。陥没穴なら見たことある。興味はないの？地面に開いた穴でしょ。家ごと飲み込まれたら教えて。そうなったら一緒に見に行くわよ。見に行くってね。 ここやろ。 そう、陥没じゃここになるやろ。で、昨晩は何してたの？ビートショッピングモール行ってきた。あら、そう、ルセンヌモール？そうそう。何年も行ってないわ。どうだった？なんか崩れかけてるし空っぽだった。あら、やっぱりね。最近高速近くのアウトレットにしか行かなくなったから。靴とか洋服とかやっぱりあそこに行っちゃう。とりあえず近所に行ったら教会にも寄ってね。わかった。そうするよ。じゃあまた後で。わかった。バイバーイ。そうか、別のショッピングモールができて淘汰されてしまった。でもインターネットも言ってたしね。帰ってきて何日か経ってるし。ん？もう考えてるんでしょ？就職。あ！聞きたくない気が。ニート代表みたいな行動をとってる。お母さん優しいな、ほんま。ふふん。もう聞かないふりし。あ、いや、今のは聞いちゃダメだったわね。みたいな。でもさ、今のさ、陥没穴がどうとかっていうのもさ、このストーリーに関わってくるんかな。あ、何？なんか、え？何？なんか風景変わってない？色あせてない？セピア色になってない？え、これ、俺のお使いの PS4 およびパソコンは正常ですかね？これ。大丈夫かな？普通にポッサムスプリングに何か起こっているという症状ですか？これは。あれ？メイ・ボロウスキー。セルマ？綺麗でいることが大事だって誰もが分かってること。は？やつ。第一印象で一番インパクトがあるのは当然顔。おかしいぞ、セルマン。変なカルト Q じゃん。教団入っちゃった。ちょっと待ってな。一応気になるから。接触がおかしいとかないよね。大丈夫やな、大丈夫やな。でもご心配なく、私は正式販売代理人に認証されています。あ、そういうことか。何のって？もちろんシルバム化粧品よ。あのね、セルマン、私お金ないんだけど。あ、そっか。そうやって売り込もうとして、なんか売れた？なんかやってんのかな？そういう、口コミ商法的なね。お母さんが少しだけ買ってくれた。あとは、アビー・クラングラーも。クラングラーおばあちゃんの娘の？孫の？あ、そうそう。高校の横の、コインランドリーでたまに会う。昔、グレッグがそこの乾燥機に、なんで乾燥機に入ってん？炎上的なやつやぞ。死んじゃった？大丈夫だからスタート押せって言ったんだが、なるほど、自分で入ったんやな。それ絶対死んじゃってたな。グレックに直接言っといてくれる？まだ怒ってんだよ。聞いてみない？あ、聞く聞く。聞く聞く聞く。オッケー？たまに思う。
溺れ、こもう、あらら。まだあるよ。それはあるやろ、さすがに。今の短文すぎる。そして思い立つ。今は21月。21月、ほう、21月って、大好きな10月と11月を組み合わせてみた。秋っていいよな、最高だよね。もわっとした会話やな。日がだんだん短くなってきたね。なんかへこむよな。私は好きだけどね。秋は大好きなんだけど、暗闇が嫌い。私は好きだけどね。確かに好きそう。暗闇好きな人って結構おるよね。友達にも何人かいたわ。部屋全く明かりつけずに真っ暗な状態がいいっていう人。アライグマ見ちゃったよ。どこで？タウンセンターにいた。でっかかったよ。いいね。そう、ドーンともう無音で真っ暗な中で降りたいっていう人ね。うん。そういう専門のバーみたいなのも行ったことある。ベランダに上がる猫が嫌がるんだぞ。何を言っている、うん、1、2、3。今日は星見てないんやけ。なんか2日起きって言ってたもんね。だから明日かな。あ、でもちょっと上は見ときたいな。2、3。よっ、これさ、なんかここのアップルバームさんも特になしで、いやさ、いつ何時何ができるようになってるか分からへんからね。ほら、なんか出た。私なら雨の日でも外に洗濯、洋服干すけどね。無料で洗濯できる。あ、これ雨か。確かに雨の音鳴ってるわ。なるほどなるほど、そういうことか。気づかんかった。なるほどな。あ、ちょっと待って、なんかいけない。はっ、 OK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 。 うん、まあまあまあいいかな。うん、先生おらんかったし。よし、じゃあ下から行きましょう。ステステステーン、引かれる、飛ぶーん。こんばんは。ここも新しいチラシが増えてたりとか、そういうことはありません。そういや、あれだ、プレッツェルをちゃんと購入してネズミの親子に渡していってあげないと。ああ、そうやな、お喜びすんだよな。いや、これちゃんと購入しましょう。じゃあね、しっかりね。割と大胆になってきてる。オッケー、ギリギリまでやっちゃう。これ止まってりゃ大丈夫理論なんなんやろな。まあ確かに人間の目には動くものがっていうのはあるけどね。あ、でも割と大胆でもいけるな、これ。めっちゃ、だんだん上手くなってきてんじゃん。完全に上手くなってきたね、今の。速攻を取ったからな。いや、心ではお金払ってるからね。うん。そうだよ。で、まあとりあえずこっち行くか。でもね、ちょっと、教会の方にも行って、お母さんにも会いたいねんな。やりたいことはちょいちょいあるから。悩む。おっす。今日はまた雨だね。ここは関係ないけどな。ここはもうアジトみたいだな。ふーん。はいはい。私が子供だった頃、聞きたいと思ってる人、自分語りやめろ。でもね、はいはい。年上の自分語りやめろ。速攻止めてきた。いやー、わかるけどさ、気持ちはわかるけど、ちょっとは聞いてあげてよ。ねえ、メイカっていろいろ波乱万丈の辛い人生送ってきてんねんから。少しは参考になることもあると思うよ。3分だけ聞いてくれ。3分聞いてくれたらもう切っていいから。ね、はい、おもんなーい、つって。寒いし、びしょ濡れじゃねえか。スメルターズはそんなことしょうもないこと言わねえよ。言うわけねえだろ、スメルターズはどんな天候でも絶好調だ。天気に関わらず、いつだってスメルターズ日和じゃ。スメルターズファンは一途やな。なあ、ネズミちゃんよ。この子話したいな。なんかちょっと可愛いから。見た感じ。ファスタビリティも閉店して。ここ、アンガスのとこ行ってみるか。基本的にグレッグルートやんね。アンガスにあんま話しかけたからって話は進んだりせえへんよな。ハートブレイク。あ、もうこの人、なんかもうずっとハートブレイクしてるわ。長らく、数日間。この人何話しかけても一緒やな。やめた。じゃあ、教会行くか。お、パーティーバーン。バンド練習してないときはすげえ暗いよな。あ、ここスタジオか。ほん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 。私は戦争なんか行ったことないな。新兵募集係のやつは力を入れてたんだけどね。相当頑張ってたな。高校のクラスの男子10人ぐらい軍隊に入った。大学費用はなんとか払わないとダメだからな。おー。あれか、なんか兵役の
なんかギーとかがある感じなんやな。あ、ここ B やね。あかん、行っちゃったらあかんわ。ちょっと待って。B ルート入っちゃったらストーリー進んじゃうかもしれんから、それよりも先に、教会に行ったりとか、やりたいことをいろいろやってから、ルートに入ります。お母さんおるかな今日は。祈ってるかな神に。神頼みしてるかな。すべてを神に感謝してたわ。よ、お母さん。あら、めい。この教会の聖堂ってどこ？この部屋の手前よ。あ、鍵がかかってると思ってた。たまにかかってるよ。どのドアでも鍵がかかってる時ってあるけどね。どのドア持ってわけじゃないよ。昔のスイングドアとか。カウボーイが好き勝手に出入りしてんじゃん。映画では。失礼よね、カウボーイって。西部時代はかなりラフな時代だったからね。そうじゃの。口調変わっとる。底辺あれ、自転車だからの。それってカウボーイじゃなくて、ただおかしくなった昔の人だよね。いいじゃない、別に。いいな、和訳がいいな。どんな感じだろうな、元の和訳な。無念。侍じゃん。もう何でもいいわ。とりあえず仕事に戻らないと。気をつけてね。はあ、昔のカウボーイの感じの喋り方をやってんやろな、原作では。今日は聖堂空いてんのかなってことは、今の話ぶりからすると。カウボーイし、スイングドア、なんか勝手に出入りしたりはするけどさ。あれって大体バーの入り口とか、そういうところでしょ。千客万来な飲食店とかのね、入り口がドアになってるイメージ。あ、牧師さん。改めてよ、こんにちは。お母さんはきっと喜ぶね。シスターやね、これ。牧師さんじゃないか、シスターか。メイが来てくれて。ああ、お喜びだろうね。あまり教会に通わない？通ってな、あ、ちっちゃい時には通ってたことにしよう。知らんけど。まあ、小さい時は通わなきゃいけないからね。うん。教会の日曜学校が好きだった。いつもクッキーとかオレンジドリンク出してもらってた。オレンジドリンクってのは正式名なのかな？そういえばどうだろう。今気づいたんだけど、私もオレンジドリンクって呼んでるね。オレンジドリンク。オレンジジュースじゃなくて、ただのオレンジ色の飲み物なんだよね。あ、なるほど。オレンジの味はせえへんね。いつから通わなくなったの？お母さんに無理やり行かされなくなってから。だから15歳ぐらいの時。どうして？わかんない。座って立ってまた座ってとか、これを歌えこれを感じろとか。まあ何をどう感じるかだけど、ただの提案みたいなものよ。私はそう感じなかったんだけど。まあ日曜が空いてれば来てくれたら嬉しいな。そうだね。確かにケイト牧師の説教はまだ見てないし。うわ、説教って。その言い方なんか嫌なニュアンスがあるね。まあでも教える、時教えるやからの。トーク？うん、そっちの方がいいね。ね、ブルースは？そうね、みんなでお祈りしたりいろいろと働きかけたりしているの。ゆっくりと進んではいる感じかな。神様には神様のやり方があるからね、ゆっくりでもいいと思ってる。そう考えると少しは楽なのよ。うまくいくことを願ってるよ。ありがとうね、メイ。あのね、ちょっとでも話したいこととか質問があればいつでも声をかけて。神様に関してでも？もちろん。喜んで聞いてあげるから。それが私の職務。わかった。なるほど。じゃあなんかちょっと救いを求めたい時があれば、この人のとこ来て懺悔すればいいんかな。もう何何何何何何何いっぱい人おんねんけど。ああ、なるほど。ということはどちらかというと放浪者みたいな人。はい。でもそれは一時的なことで、もちろん。ただここにいて大丈夫なのかなって、それが気になっただけなんだ。はい。ケイト牧師はとても親切な人です。ブルースさんのお家をちょっと見せてもらってもいいかしら。どう思う、モーリー。まあ大丈夫じゃない？ピン。みんな見た。はは、ではブルースさん。はい。ポッサムスプリングに来てどう？どうでもいいところです。人もいい。いつ頃からポッサムスプリングにいるの？もうしばらく前から。その前は70年代ぐらいにも来てたんだけどな。当時は鉱山の労働者をよく募集しててさ。まあ一時期は。いろいろ揃ってるね、ブルースさん。はい。すごいな。あ、見てる見てる。ありがとう。じゃあ今日はお話をできてよかった、ブルースさん。会えてよかったよ。はい、こちらこそ。ではみんな行こう。あ、よかった。なんか、こんなところに勝手に住んでんじゃねえって怒られてんかと思った。ありがとうね、ブルース。とんでもない。あ、よかったよかった。なんか、ブルースさん追い出されるの巻みたいなサブストーリーが進むんかと思った。でさ、ブルース物語ちょっと聞かせてよ。物語なんかないよ。じゃあ例えばさ、どこ出身？
北から北の方、北東かな、うん、鉄道員をやったことあるし、あちこちの鉱山で働いたことあるし、工事現場で働いたこともある。どうやってここにたどり着いたの？不運が続いちゃってな。別に話さなくてもいいからね、お言葉に甘えるよ。ああ、みんな闇を抱えてんな、やっぱこの町の住人は。堀子おばちゃんも絶対抱えてるし、町の商工会のメンバーも何かね、子供がぐれちゃったとか何か抱えてるかもしれん。この先は何もないか、やっぱり。よし、じゃあ私の可愛いネズミ子ちゃんたちにお届け物よ。急にお釜化するメイ。いや、ここ秘密基地感あっていいな。仲間と来たらすげえ、なんか秘密基地として毎日遊びそう。ここでメイは一人だけど、ミラクルベビー、ご飯よ。はい、オッケー。お、3人、え、増えてない。今日はバービーベビーの数が増えてるのね。食べ物がもっといるね。マジかよ。勝手に増えるなよ。産んだわけじゃないやろ。食べ物がもっといるね。え、これもう一回プレッツェル取りに行かなあかん？ん？行ってみるか。まあでもちょっとせっかくここ上まで来たから、上にいる人ともね話していきましょう。こんばんは。よ。いやー、ちょっと座っとくよ。いい？いいよ。どうも。何してんの？お絵描き。そっか、何描いてんの？例えば映画とかでさ、ナイフが人の目玉を貫くシーンってあるじゃん。あるけど、怖いことを言うね。そういうのに使える特殊メイクのデザインを作ってる。おー、表現するな表現するな。その絵だけで怖い人おるから。絶対ホラー映画を作りたいと思ってるんだ。へえ、すげえね。ていうかまだまだ作んないけどさ、いつかは作るよ。あ、それ一生作らないやつやぞ。監督と台本とメイクは自分でやる。あと私、叫ぶ声が超いい感じ。出演までやるんか。ほんじゃキャー。だからさ、できればね、ホラー映画学校に通いたいんだよね。あんの？あんの？そう、あんの？あるよ。血とか体のパーツはもう作れるし。っていうかごめんね。こんな話つまんないでしょ。つまんないわけないよ。ほぼ全部言えるよ、私。体のパーツ？ホラー映画。ほう。なんと。ほぼね。ハロウィン見た？じゃあ、私はそろそろ行かないと。やっぱあんま興味なさそうやん、め。切り上げて。トンネルの壁画がめちゃくちゃにされたの見た？結構面白いよね。うん。面白いっていうか、おかしいし最悪だよね。犯人知らないよね。知らないね。容疑者いっぱいいるけどね。うん、容疑者ばっかり、この町は。今ちょっと疑ったんかな？ RIP。はいはい。今、メイはもしかしてこの子を疑ったのか？よ、あれ、このベッド行かへんかったっけ？なんだ？これさっき見忘れてた。こいつらが昔走ってたのってなかなか信じらんないな。ここにあるってこともある意味すごい。まあこっから出しようがないと思うけど、昔は本当にすごいとこだったんだな。あれ、これ見たことあるような気がするけど。これジャンプしながら歩くんでよくないんかな。あ、もういいんや。まあまあ今日、まあまあ今日万引きしなくていい。お金を稼ぐ術はないんやろか、ママは。ねえ。そうか。じゃあまっすぐ走ってた方がいいんかな。でもなんか飛んでることによって見つけられるオブジェクトもあるかもしれんけど。悩ましいところ。まあでもこれ飛んだからといってこれ歩く速度上がっているわけではないから、まあ、ずっと歩きでいっか。よっ、すいません。ん？パークスターを探してるです。それなら残念だけどないよ。はい？なんか珍しい名前だね。どっから来た？ロシアです。ほう。どうやってこんなとこに着いちゃったの？今グレートイーストトレイルをハイキングしているです。何それ？熊は見た？熊は見た？まだ見てないです。時々人間を食うらしいよ。この近くの熊たちはゴミばっかり食べてるですね。失礼な。ここにパークストアがあるですか？ガイドはあると言ってたです。パークストアって何やろな。スナックファルコンじゃあかんのかな。もうなくなっちゃったよ。前はあったんだけどね。今はスナックファルコンがあるよ。ああそうよね。ああそっか、それが潰れてってことか。補給品はどこで買えれるか知りますか？まあやっぱりスナックファルコンぐらいだよ。何か必要のものがあるかもしれないですね。うん、かなりいろいろ揃ってる。あそこはここな。
でも腐るものが多いですね。まあ時間が経てば何だって腐るんじゃないの。人だってな、私たちだ、同じこと言ってる、私たちだって腐ってくし、何もかもいつかは腐ってくそれで話しおる。でもまあ確かにグラノーラバーならあるはず。スーパーシーバー、スパシーバーって何。ありがとう。おー、本物のロシア語じゃん。僕ってアメリカが舞台じゃないんかね。だからアメリカってもう完全に海渡ってきてるよな、ロシアから旅行できたんやろか。お、まだこっち行ける。お、あ、なるほどなるほど。これでこのどな、な、な、このとこ人おるぞ。こんにちは、ヨージャーム。何してんの。別に何も。さっき北パンのやつらと遊んでたんだ。何それ。北パン、汚いパンクっていう意味。旅人みたいなやつら。あー、列車に乗って流れてくるやつらね。この街にポリがあまりいないの知ってるからさ。確かにあのおばちゃんしか見たことないもんな。うわー、面白いことはいつも見逃しちゃうよな。犬連れてるやつもいたよ。っていうか犬連れてるのがほとんどだけど、片足をなくした北パンも見たことがある。何があったんそいつ。電車だね。飛び乗ったり飛び降りたり、電車の車両の間に落っこちたりするから、うわー痛そう。すげえじゃねえ、痛そう。手とか腕、手とか膝、足、足首、あとは腕を落とすやつもいるしよ。それじゃん。おいおい、私たちもこの間腕が落ちてんの見たんだよ。それ北パンの腕か。うん、違うなあ多分。なんでよくわかんないけど。うん、ジャムは何か掴んでるのかなあ。だいたいここにいるから。うん、そうせさ、言おうと思ってたんだけどさ、もう行かなきゃ。じゃあねこいつすごいな、なんかマイペースやな。メインも大概マイペースやけどさジャームにはかなえへんかもしれん。あ、ここ以上行けないのね、この。なるほど。でジャームはどこ行ったの消えたわなるほど。ちなみにあれですね、これがグレッグルートで行ったとこですかね。うん、なるほどな。よし戻ろう。じゃあビーンとこ行くか。グレッグ話しかけん方がいいよな、一応な。 B ルートで進めたいから。というわけでスナックファルコンはスルーしてピックスアックスに、 B のいるところに戻ってきました。さあ B、 今日も私とデートに行こうよ。ねえ、曜日 BB メイ調子どう。岩塩を運ばなきゃいけないんだ。お、焼肉か。今年はいつもより超早く届いちゃった。なぜか除雪用ショベルまで。あっちの業者はいつもしっかりしてんのにな。その会社って天気予言者が経営してんじゃないの。それはあり得るかも。でさ、どうしたの。今夜ちょっと遊ばない。あー、仕事しなきゃいけないんだ。もしよかったら付き合ってくれてもいいけど。あ、そうなんだ。ハーミックのミニゴルフに行きたいなって。め、それってさ意外といいかもね。だけどやっぱダメだわ、仕事があるからさ。つまんないな、遊べないんだったら何のために働いてんの。おー、真理を言う。自由のためにお金を得ているのに、お金を得るための手段に自由を奪われては意味がないんじゃないかって言ってる。わかるよメイ。あの、給料、家賃、治療、そういうのがあるんだけど。でどうする、付き合う。よし付き合う。あ、でもちょっと待って、これあれか。いや付き合おう。でももういいや、グレッグいいや。グレッグの方も話してからっていうのはできたかもしれへんけどね。うん、で断ってから B の方に来てもよかったかもしれん。まあでも B ルートなので B にばっかり話しかけていきます。ハウスコールっていうタイトルやったね。っていうか出張修理断れば。そっか、出張修理がハウスコールやな。なんで。これが仕事だから人からお金をいただくんだよ。まあ理想はね。来ないの。なんか変なの見つけたよ。まあおばあちゃんだからね、この庭ってわけわかんないもんばっかじゃ。風車みたいなのあった。うんうん、私こんなとこまで来んの初めて。体験できてよかったじゃん。なんか悪くないね。キャンプの山小屋を家にリフォームしてんだ。狩り用のキャンプもあるから撃たれないようにね。撃たれんの猫やから。お鹿のシーズンってまだ始まってないよね。まあ待ちきれないやつもいるから。殺人、動物なら殺人じゃないじゃん。それって黒、黒いのはこれから。ノックしないの？した。かわいいな、こいつらのやりとり。急なのにすぐ来てくれてありがとね。いいですよ。火災報知器でも起きないのに、ヒーターうるさすぎて寝れないわ。見てみますね。人員が亡くなってからは、あのトントンが耐えられなくてね。はい、わかりました。
ジンは本当に素敵な男性だったのよ。あのさ、さっきの黒いのはこれからってどういう意味？そのまま聞いといて。真っ黒になるってことか？修理中。私は絶対許さない。ジンを連れ去って。はいはい。私だって面倒をちゃんと見てたのよ。ネットでいろいろ調べながら。変な匂いも一切しなかったのよ。聞いといて聞いといて。もう出るよ。死んじゃったからって人の旦那を奪うのはダメよね。出た。嘘だろ。あのソファーからひょいっと持ってっちゃった。完全に犯罪ですよね。うん、確かに誰かが犯罪を思いっきり犯し、税金が取れないからってそれが許せなかっただけなのよ。まあお二人はもう聞きたくない。ああ、わかるんやそれ、おばあちゃん。せっかく来たんだし冷蔵庫もちょっと見ていきなさい。料金は30分単位で請求しますので。時間単位なんやな、でもそういうのってね。いくらかかるかわからんのによくやったぞ。はい、いい冷蔵庫ですね。で、故障箇所は？いいえ、故障なんてないのよ。ヴィンテージ冷蔵庫でいいものだから見てもらおうと思ってね。すごいですね。私があんたちの年の頃に大流行だった。何十年使っても壊れない。これを見ているだけで若返った気がする。この間帰ってきた時こういうの見たよ。あら、そうなの？どこで見かけたの？森の中でさ、ゴミに混じってて川に半分沈んでたよ。言うねえ。やめてあげて、おばあちゃんの思い出は。ではヒーターの方。あ、そうね、腰仮説はこっちよ。どうぞ。はい、行きましょう。目についてきて。なるほど。では私たちしばらく地下にいますんで、鍵を閉めないでください。忘れないでくださいね。は？最後に修理に来た人が閉じ込められちゃったんですよ。いいえ、絶対ありえないわ。あの、直接電話してきましたよ、この地下室から。その人は覚えてるわ。確かお酒臭かったのよ。ああ、はい、やっちゃったね。何か。では行ってきますね。よろしくお願いしますね。このちっちゃい子は誰なの？答えない。アシスタントです。あのおばあちゃん、またやりそう、やりそう。私たち二人地下室に閉じ込められちゃいそう。私こういう気味悪い地下室大好きなんだ。なんかわかるかも。こんな素敵なガラクタもあちこちに転がってるし。っていうかゴミも相当溜まってんな。掘ったらまた死んだ旦那が出てくんじゃないか。とりあえず早く終わらせて帰ろう。ちょっと俺なんか鍵閉められへんか、見張っとくわ。あ、出られへん、もう閉まってんじゃん俺。まあちょっとバッと、はい、これでこの家をボッコボコに叩き壊す。お、庭のコビート博士だ。ほうほう。あらら、古木友よ、庭のコビート博士。うん、なんやろな、あの物語に出てくる人形とかかな。魚魚魚魚を食べ。室内でタバコ吸う、違法じゃないの？違法だよ。おっとっと、 B さんも立派な犯罪者だね。本物じゃないんだよこれ。私やめようと思ってるからさ、代わりにこいつを加えてるんだ。これ飴玉やと思ってた。タバコなんかこれ。火ついた。なるほど。キャンディーやと思ってた。は？ほら煙全然出てないじゃん。だって私が見てんじゃん、 B がタバコ吸ってることとこ。うん、でも室内じゃ吸ってないよ。完全に本物だと思ってた。だったら炎は、煙はどうなったと思ってたの？ B がこう飲み込んじゃってないかって思って。あのさ、喫煙ってどういうもんか分かってる？悪かったよね、ビアトリス。喫煙学者じゃなくて。そんなことも知らないと思うと怖くなるよ。大学ではタバコロジーなんか教えてないんだから。そういう単語の発想はすごいな。っていうか専攻は何だったの？イケイケ学なんだよ、にやり。でさ、あれがヒーターなんだよね。そう、あれがヒーターなんだよ。名前はガタンガタンホに決めた。スケガタンガタンスケかな。はいはい。あだあだだんだ、とにかくそこらでじっとしてて、私がパパッと直すから。とにかく物を壊さないで。私が何か壊すと思ってんの？ここってゴミだらけじゃん。もう分かったから、そんな時間かかんないはず。すごい技術を持ってるんかね。私も手伝っていい？ダメだったらなんで連れてきた？一緒に行きたいって言ったじゃん。とりあえず落ち着いてじっとしてて。なるほど。なんかいらんことしできそう。うむ、バッドミントンだ。バッドミントン？バッドミンキン？ラケット。Yes, it's racket. この扇風機超古いじゃん。
金属歯だ。指がちょん切れちゃいそう。あ、そっか、昔って金属の歯やったんやな。怖っ。家に置けば、そんな。こいつらをうまく組み合わせれば何か作れるはずなんだよね。っていうかさ、こんなゴミばっか貯めちゃうってどこにいんだよ。こいつらをうまく組み合わせれば何か作れるはず。っていうか、こんなゴミばっか貯めちゃうやつ。何しといたんやろな。よ。魚、あ、これは絶対使える。お、なに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 、お、取った。ちょ、バットもバットもバットも。あ、バットは使えないんか。クソ。バットの方が使えそうやろ。クソ古いヒーターの修理に博士のノウハウが必要なんだ。あ、集めてる。集める順番があんのかな、もしかして。よしよし、扇風機は？ヒーター修理に使えそう。お、来た。そして？これは使えそう。ラケッツも来た。そして？ああ、これはいらんねや。なんか、意味ありげに置いてあるのに。よし、これ全部使って。どうせこれ以上持てないし、これで十分じゃないかな。B、手伝うよ。まず、扇風機で。さあ、手元にあるのは、小人、釣り竿、バドミントンのラケット、そして扇風機。そしてホイールが2つと、なんか回すやつ。しかもホイールが取れちゃってる。とにかくその回すやつを回したらいいんじゃないか。そしたら、加熱パイプが開くはず。熱がいっぱい溜まってんのに放出する方法がないってこと。ガタンガタンスケ、君を元気づけるために愛を教えてあげよう。じゃあどうしたらいい？回すやつのホイールがあったところに小人ちゃんをくっつければ回せるかも。なるほど、回すやつのホイールがあったところに小人ちゃんをくっつけても回せんやろ。ラケットをハンドルにしたら、うん、これちゃう？それでいけそう。でもずっとここに引っ張ってくれる人がいるわけじゃないから、一回思いっきり引っ張ったら十分じゃないかな。うん、こういうことにしよう。集中しろよメイ、なんとかいけるはず。腹は減った。洞窟に閉じ込められんの、あー、これ言ったらまたやられんちゃう。やってみ、洞窟に閉じ込められんのって怖いだろうな。テレビで見たんだよね、洞窟でスキューバやってる人の番組。バカらしい。普通に海とかプールでも覚えちゃう可能性あんのに、スキューバって馬とか必要だしね。っていうか、馬じゃなくて、ホース、ああ、そういうことか。何ボケてんだめ。何言ってんだめって思った。おー、洞窟馬。洞窟馬に捕まったらどうなるんだ。どうやって救出する。わけわかんない機械とかで適当にやんだろうな。スキューバ用洞窟馬救出装置って存在しないだろうな。まあ、あんな深いとこだと何が起こるかわかんない。ああ、洞窟馬。シーホースのこと、シーホースってあれや、タツノオトシゴか。で、それをかけた洞窟馬ってことかな。ケイボホースみたいな。だから集中しろってめ。これも適当でいいんじゃないかな。考えすぎないでパパッと。よし、やってやろう。じゃあラケットを回すやつに結びつけて、そんでそいつを扇風機に。え、ちょっと待って、釣り糸が扇風機に巻き込まれちゃうじゃん。ごめんね、コンビトちゃん。吸血鬼みたいに逆さまにしなきゃいけないんだ。吸血鬼の同窓って逆さまにしてたんだよね。復活して抜け出そうとしたら上じゃなくて下に行っちゃうから。バカだね、吸血鬼。コアまで行って死んじゃうんじゃん。それは置いといて。おお、むちゃくちゃしょる、むちゃくちゃしょる。しかし、よくできて。いやー、俺、その発想はなかったわ。小人ちゃんいらんくない？何かあれ、あ、でもあれ、小人ちゃんが、レバーを支えてくれてんのか。なるほど。あたしってエンジニアみたい。機械を作るのってエンジニアだっけ？マシンジニア？よし、電源を入れてみよう。ハードエンジニアでいいんじゃないかな。よし、できた。は？こっちもできたぞ。これ治ったんじゃね？多分これで治ったはず。ちょっと確認してみよう。うん、さすが私たち。私たちってあんたが何をしたっていうの。長期的解決を考えたのは私じゃん。取れた。くそ。気持ちはありがたいんだけど、二度と修理はしないでね。ペットも飼っちゃダメ。とにかく継続的な作業が必要だったら絶対やめて。もう何なんだよ、絶対聞くはずだったのに。いつもこうなんだよ。私は出口を確認してくる。あ、やばいかも。ここで待ってて。そうなん？一緒に行きゃいいじゃん。愛しまってる。くっそ。やったな。はい、やった。閉じ込められちゃった。が、絶対こうなるなって思ってたんだよ。バカだよ、私マジで。叫んだら気づくんじゃないかな。床に穴を開けたらいいじゃん。そっちがいい。何を使って？どっかに古いノコギリとかないかな。あったよ。どうすんの？
ゴミをかき集めてその上に立って床に穴を開けるの？漫画じゃないんだから。そんなネガティブな思考だったら成功するわけないじゃん。このドアドブって超古そうだし、ちょっと緩くなっちゃってるみたい。こいつなんとかなんないかな。私もいろいろ見てみる。はいはい、メイは好きなだけ観光しといて。いや、バッてやろ、ここで。ここでバッてやろ。あー、違うか。うち壊すことしか考えてない、俺。ここ。お、何？ふむ。おばあちゃんが聞こえてたのって、このヒーターの音だけだよね。ヒーターが壊れてたとき？壊れてるものだし、壊さないとね。あ？うん、なんかやっぱり、壊すんやろ。やっぱバットじゃね。俺何回もバット言ってるけど。ほらー、ふむふむ。完全に使いこなせてる方法しかないね。もう。は、か、い、だー。おー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 。よし、行くか。B！ あれ？あれ？ B、B。おおおおおお。あれ？あ、もしかして、破壊すんのこっち？やめろうわこれでも暗い。クソったで引いた野郎が。なあ、外から聞こえてなかったの、ある意味すごい。あ、来たみたい。んっていうか、ありがとうは。んミランダさん、閉じ込められてますよ。今ちょっとセリフ少し飛ばしちゃったね。申し訳ない。ボタンを押すタイミングが悪かった。いやー、楽しかった。はいはい、大丈夫？レモネードもらったじゃん。うん、ん？レモネード嫌いなの？超好き。ならどうしたの？いや、なんでもない。ただ疲れただけ。一日中働いてたし。私超テンション高い。そうだ、よかったね。やだ、全然楽しそうじゃねえじゃん。うん、 B に必要なのはさ、こう魔法的な何か、物の考え方まで変えてくれるようなね。見つかったら声かけてね。そいつは逃したくない。物憂げやな、 B は。 B なんか報酬もらえたんかな。最終的にヒーターを直すという使命は全くやってないけど。 B、 B、 B 行くしかないんかな。先帰るよ、 B。 おばあちゃん家の前で座り込んじゃってたけど、ええんか、 B。 あれで先に帰るね。じゃあ、あ、行けない。なんだなんだこれ。あ、はは、うん、どこ行くんやろ。いい雰囲気です。こっちも入れないやろ。なんだろうね。でもなんかホタルみたいなのが集まってきて、あ、わかった。このそこら中からホタルをこうかき集めてきて、あの上におるな。オッケー。あ、あれ取らなあかんの。じゃあれ取れるかよ。あ、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 登れんじゃん。登れんじゃん。なるほど。ちゃんと見てなかった。ちゃんと見れてなかったっていう。アクションが足りなかったね。はい。これで、ホタルを全部集めたので、瓶とか持ってけば、光るという感じね。オッケー。持ってきたよ。すげえ。はは。メイって何なの？ホタルの調教師なの？なんか好かれちゃうんだよね。それってさ、メイ・ボロウスキー、あんたは本当に面白い。いや、どっちかっつったらミランダおばあちゃんが面白い。おばあちゃんに言われたんだけど、何かを目指すんだったら面白い人。おお、こっちにしよう。ミランダおばあちゃんが面白い。 DIY でミイラ作ってんじゃん。じゃあ言い方を変えると、メイはより害のない面白い人。やった。メイで害がないんか。万引きしまくっとるけどな。あのさ、メイがついてきてくれなかったら今日は相当つまんない日になってた。ついてきたって？ほらね、私といるといいことあんじゃん。これいいやん。いいじゃん。まあ確かにヒーターを完璧にボコボコにしちゃったよね。私はどんな相手だってボコボコにすんぞ。メイはさ、常に抱いてる怒りをさ、もっと人のやつに役に立つようなものに割り当てればよくない？いやー、どうだろう。ハンク先生に怒りは抑えとけって言われた。抑えとけって？整理と解消ができる方法を見つけろじゃなくて？
いや、確かに抑えとけって単語使ってたよ。はあ、そうなんだ。でさ、ミランダおばあちゃんってさ、死んだ旦那の内臓を自分で取り出しちゃったと思う？ミイラってそうやって作るんだよ。そんなのわかんない。ミイならできると思う？無理。相当力と気合を込めなきゃね。でしょうね。やり方を聞かせてもらいたかったな。勝手に聞いといて。マジでミイラ作ってみて。それはダメでしょ。いいじゃん、わかんない。流行るかもしんないじゃん。YouTube に載せようよ。ミイラ作ってみた。私帰るね。待って待って、もっとミイラを語らせてよ。またね。マジで帰っちゃうからね。待ってよ。メイは歩いて帰りなさい。そんなこと言ったらミイラにしてやるぞ。通報するよ。ミイラにされてからじゃできんよ。いい会話や。いや、いいわ、メイとビー。メイビー。多分、多分メイビー。この二人、労働中、怒りのヒーター。ミイラ誰が作ってんだよ。おばあちゃんだよ。ここってさ、俺この辺のさ空いてるところってさあれなんかな、俺逃してんのかな。あ、じゃあでもグレックルート用の書く場所かもしれんな、もしかしたら。そうやったらしゃあないよな。最近仕事はどう？まあまあだな。前のガラス工場よりはマシだ。そう、炭鉱もやったし製造もやった。そして今は肉を切った、サラミを売ったりしてる。とにかくこっちの方が腰に優しい。でもそっちの仕事の好きって言える？給料が入ることは好きだ。まあね。サラミよりサラリーだ。止まった。今夜は何してた？別に適当。疲れた。一日働いた気分。働いてお金くれるところだってあるんだよ。マジで？うん、仕事っていうらしい。そんな難しい言葉わかんない。仕事して同僚から教えてもらえ。もうわかったから。前に言ってた荷物は2階の部屋の前の。今考え中。テレビ一緒に見ようよ。わかったよ。ガーブ&マロイが始まるよ。あそこどけてくれよ、荷物。まっしゃー、よっしゃー。バーン。どうもこんばんは、ガーブ&マロイのお時間。ああ、はい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 。たまには政治的な話題にも触れないとね。触れないとね。いりますね、これが。新しい法律ができたようなんですけれども、知ってますかこれ。映画の不法ダウンロードってありますよね。ありますね。これがバレてしまうと懲役10年。おっとっと、でしたらバレないように頑張らないと。いやいや、そういう意味じゃないですから。不法ダウンロードした映画のテーマが殺人ですと。ただの強盗殺映画より懲役期間が長くなります。マロイさん、その法律について一つ言わせていただきたいんですが。なんでしょう、ガーボさん。そいつはすごすぎるぜー。海外の笑い分かる。この後はバカバカしいサンドイッチ。やはり海外の笑いは難解であるなあ。目も白目もきかけてたし、まあ、そいつはすごすぎるぜーでみんな大爆笑したんやろな、今のシーン。うん。でもここは空いてないやな、まだ。今考え中やから、お父さんが修理するか直すかどうか。いやーでもな、お片付けがなかなかできないのはわかるけどね、気持ち的には。うん、まあ、考えとくわ。また明日やるわ、みたいな。感じにはなるよ。よし。SNS ちゃんとチェックしよう。B から楽しそうなメールが来てたらいいな。よう、今日は楽しかったよ。また遊ぼうね。物を破壊するときは便利なんだよね。そういう仕事あればな。解体作業ってあんじゃん。物を壊して稼ぐ。それ、転職それじゃん。役に立ててよかった。虫に好かれちゃう人って調べてみたんだけど、体温とか服の色が関係しているみたい。こんないい女を見てほっとけないんだよ。そうだね。おやすみ。おやすみ。さらっと。何してた今日は。地下室に閉じ込められちゃったよ。マチヒーターを、あ、あとヒーターをボコボコにしちゃった。いいね、いいね。じゃあおやすみ。いや、ちょ、グレック何してたか教えてくれよ。グレックルートもちょっとだけ聞きたいねんから。まあ、ええわ。よし、うざい。よし、OK。じゃあ、寝るか、今日も。な、ゆっくり寝て、明日に備えましょう。いいよね。鏡とかも見る必要もないよね。うん。寝よう。今日もいい夢見れるやろうか。来た。
夜見る夢もどんどんまがまがしくなっていくんかな。今回は少なくともまがまがしね。よほい、これん、あ、これ灯していくタイプのやつか。はあ、え、ここってミュージシャンまた、あ、出てくるわ、ほらね、え、うん、また明かりを灯しながらミュージシャンを探していく夜の街か。じゃあこっちもよし、乗ります。おーい、サックス吹きおるか。いい BGM だね。なんかぐるっと回ってるだけやな、これ。おお、落ちちゃった。おっ左端行こう。よいしょー、ここだ。こんにちは、バイオリン弾き。今日もご苦労様です。私のために生演奏を届けに来ていただきまして。メイ様が生演奏を聞きたいと言ったらすぐに駆けつける、それが君たちの仕事です。アーデュー。さて次はどうだ。トーン、ちょっとあそこも灯したいけど、この屋根の上を先に通っていこう。ああ、一緒やな。オッケー、じゃあ灯しましょう。ドン、左先見てくるね。ドン、今回もミュージシャンの数は4人かな。でもさ、これこういう場面も考察していった方がいいんかな。明かりを灯していってメイは何を思っているのか。そうね。あ、灯った。あ、そっか、あれなんか別にジャンプして近くに行かなくても灯るもんは灯るんやな。あ、落ちるで。おお、水面歩ける。え、待って、ごめん、なんか右上の右のあたり少し見逃してる気がするから、ちょっと。やっぱりよ。で、ここも灯さないとね。OK。ここから飛べるやつ。よっしゃ、じゃあ、あとは水面を歩いていって、残り一人のミュージシャンを見つける。サックス吹きがラストでした。4人揃ったね。あ、揃って？まだライトをつけきってないかな、俺。探すか。お、戻ってきたら、なに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 、ビッグマウスや。俺が育ててるやつじゃないの、こいつ。食われるーと思ったら、そう、最後は毎回ね、この光に包まれて終わんねよな。なんかさ、毎日終わるたびこのエラーになるのよね。バイバーイ。